はい、今回はですね、2024年4月10日のですね、ドライブ動画を見ながら何やかんや話をしたと思います。ここはですね、金峰この花館ですね。木の花って書いてこの花、知ってましたか？いや、私は知らんかったんですけど、 Google で調べてですね、なんて読むのけって言ったら、そんなに書いてありましたが、あ、今日はですね、これからね、左行きます。田伏っていうあれなんですよ。ここをですね、もうしばらくここからか、リスナーの方からですね、前、はい、リクエストいただいたんですよ。で、ちょうどね、この日はね、3カメ、マルチアングルですね。それのね、自分では完成したと思ってたんですけども、ちょっとね、なんですかね、いつも言ってますよ。窓ガラスがね、両サイドの窓ガラスがね、を磨いてなかったもんですからね、ちょっとイメージとは違ったんだけど、いつものこのまっすぐのですね、あ、このカメラですか？これはね、DJI のポケット3ってやつなんですよ。で、撮った映像がね、まあ、この一本の動画だ、いや、一本じゃないや、まっすぐだけの動画がですね、まあ一番見やすいんですけどもね、まあそういうあれでですね、いや、初めてですよ、ここを通るのはですね。で、歴史があるっていうのは分かりますよね。この石積みっていうんですかね、生け垣っていうんですかね、それだけでもね、なんかね、歴史を感じるとこですよ。それでほら、初めてだもんだから、どげに行こうかねってわかりますでしょ。角角でちょっとスピードを緩めたりね、するんですけどね。で、まああれで、まあこういう時はまあずっとまっすぐ上がっていこうっていうあれで行ったんですけども、やっぱこうあとね、10日4月の1日ぐらいに行けばまた違ったかもしれませんね。いや、桜ですよ、桜。だけどほら、桜はなくても少しこう逆光気味で、こう左右の新緑がふっと浮き出ますよ。あればいいですね。それとですね、この日感じたっていうか、この日の動画をですね、別動画なんかも見て思ったんですけど、空が近い、いやね、場所によっては霧島とかですよ、それからどこっけ、要するに山が深いところは山と山の谷間を走る時があったりするとですね、両サイドからこう木がこうかぶさったりして、で右を見ても左を見ても、山っていうのがあるんですけど、南薩のこの辺り、日置市とかね、南九州市はですね、高くてもこれぐらい、何メーター、5メートルぐらいですかね。で、だから空が近く見える。そしてで、明るいですね、空が近く見えるっていうことはね。で、今通り過ぎたでしょう。あそこを通るときね、あら、ここを下に行った方がよかったかもしれんね、なんて思いながらね、通ってましたがよ。それで、まあどっちみちあれですよ、次この辺り田伏を
走るときは今の通り過ぎたのあたりとかですね、また通ってみようかと思います。ほらほら、さっき言ったみたいに空が近いでしょう。あれ何ちゅうけ、もう海岸端を走ってるような感じですよ。あ、ここでも迷いましたね。いや、そこは行けなかったのかもしれない。ここなんか見てください、まあ、ピシッと刈り込んである、プロが刈り込むのかな。いや、そんな風に思いますよ。いやいや、ドライブ中は思わないんだけどもですね。それで、ここ今度は何号線系、要するに加世田に行く、あの左に行くとですね、あれなんですけども、ちょっとやっぱこう、このままじゃねえ、あまりにもこうあっけないなと思ったから引き返したんですよ。それで今思うんですけど、多分昔はここがメインじゃなかったですだと思うんですよね。さっきの左側がバイパスになってですよ。なので昔この辺りに住んでらっしゃった方は、ここがいわゆるメインストリートだったのかもしれないです。いや、私もほら、田舎に、田舎ありますからね、行くとこういう感じのところありますよ。バイパス一本でちょっと街が変わったとかですね、バイパス一本で、何ですかね、道路両サイドの店屋が、商売が成り立たなくなったとかね、ありますよ。それであれですよ、4年目ですから、おまかせテレビはね、でこれまではほら通り過ぎるだけだったんだけど、やっぱり瞬間的に思うわけですよ。もうちょっと待ってみようっていう感じになって、こっちに来たんですけど、この右の方ですよ、いやほら、あの前の方には田園風景が映ってるんですけども、この前の動画でね、あの辺りは走ったんですよ。だからここ小学校なんじゃないかなと思って走ったんですけど、 Google で見たらですね、名前が書いてなかった。だから昔の小学校か中学校だと思いますけどもね。いや、自分としては走ってる時は、小学校だ中学校だって、要するにそのこの辺りを出られた方の母校だと思ってしたんですけどもね、記載がなかったですよ。でもあれかも、その当時ね、ここに通ってた人から見ると、あの学校裏の方はあんまま田んぼやっとけ、昔と変わらないって思ってる方がいらっしゃるかもしれませんね。あ、ちょっとコーヒーを飲みますからね。金峰山が正面に見えるんですね。いや、こうして見るとあれですね、これまでは通り過ぎだけのドライブ動画がいかに単純だったかっていうことですよね。それでまあ、この動画の最初の時も言ったと思うんですけど、言うたっけ、いや、思っただけだったかもしれない。まあ、3カメで撮ってるんですよ。なので、まあ、そう、ちょっと3カメでね、この日の動画がどれぐらい撮れてるかわからないけども、どれぐらい映ってるかわからないけど、それはそれとしてですね。
アップしますからね。あ、これからですか。これからね、サンセットブリッジに行くんです。これまでですね、私はね、この辺りは結構走ってるんですよ。で、もうちょっと行くと、鹿児島の方からこう来る道路もあるんですけど、そっちから来たりですね、何度かしてるんだけど、サンセットブリッジに一発でたどり着けたことはなかったんです。いや、本当に、何回ぐらい迷いましたかね。いや、ちょこっとしたことなんですけどね、それはね。なんでそこをまっすぐ行くのっていうだけの話だったんですけども、この日もあれです。あ、こう、さっき言ったあれ、ここのですね、信号に今ほら鹿児島谷山インターチェンジって書いてありますよ。ここ左からですね、向こうから左から来て、ここを右折して、この線路にや路線道路に乗ってですね、何度計大浦とか笠佐方面から来たのも含めると5、6回迷ってますかね。で、前行ったことあるんですよ。行ったのもたまたままぐれて行ったようなもんです。だけど、ここ今ほらアフレコで喋ってますけど、一家でこどこやね。 いやさ、ビクビクはしないですよ。今日、間違えたらもう笑われるじゃないな、なんですかね。まあ、人それぞれですからね。こう、いわゆる、なんですかね、あぜけり笑うじゃなくて、またまごたもんじゃおまかせさんは、みたいなね、笑い。ですね、その、なんていうっけ、いや、友達に言わせると、お前はある意味ね、天才的な間違い方をするって言われたりしますよ。はい、いや、わざとはしませんからね。わざとはしませんけど、その友達だから知ってるわけですよ。なんでお前はあそこでまごとよって、あそこでまごたおらんどっていうぐらいのあれなんですよ。なので、その友達が、もしこの、あ、いや、ここの日はストレートへ行きましたよ。もしその時、もし間違えた時はですね、その友達がもうひっくり返るんじゃないかなっていうぐらい笑うんじゃないかなと思って、もう、いやいや、ここはなんけ、ちょっと画面がち、いや、今の実際にあれを見ながらしてるんですけども、今軽が来ましたよ。右から来たりですね、左から来たりしてですね、この交差点名はね、その度に、なんけ、いやいや、帰ってきたら、グーグルで調べるんですよ。サンセットブリッジに行くために、どこで間違えたのけとか、どの交差点をどう行けばいいのけっていうときに出てくる交差点なんです。これですね、ちょっと画面を大きくできるのけ、これは。ああ、できた、できた。これはね、宮崎だ、宮崎。ほんで、なんだけど、なんですかね、千葉ですよ。北極と南極にあれや、地球自体があるでしょう。この辺りを通るときですね、いや、本気で思いましたよ。自分の脳の中の磁場をですね、誰かがですね、こう、ペッと触るんじゃないかなって思うぐらいだったんですよ。皆さんはどうなんですかね、方向音痴とか聞きますよ。自分は方向音痴じゃないと思うけど、
でもね、お任せテレビをするまではそういうあれはなかったんですよ。大体があれでしたからね、目的地から目的地に行くだけでしたから、もうほとんどあれですよ。国道15号線か3号線、225号線、226号線、そこをただずーっとこう走るだけでしたから、迷うこともないんですけども、あ、今見える、あら、見えんけ、サンセットブリッジのですね、ああ、もう消えましたね、あれがね、見えてる、ああ、右の方、今、ですよね、チコタケ、いや、わからん。あ、前の方か。いやいや、ちょっとわからんくなった。いや、運転中にですね、ちらっとですね、見たような気がするけど、違ったんですかね。え、違いましたね。全然逆の方でしたね。ちょっと待ってくださいね。コーヒーを飲みます。あ、そうか。やっぱりはですね、違うっけ。まあ、この辺りをよく知ってる人なら、いや、引けねえ、ほら、って言われるかもしれないけどですね、いやね、運転をしてですね、運転中ですよ。しかも今まで何度も間違えた身になるとですね、どういうけ。バッターボックスに立ってですよ、考えるわけで、ちょうど今正面のあれけ、ちょっと画面をまた大きくしよう。あ、違う、分からん。いやいや、運転中もこういう感じですよ、あれけ。いや、じっと見ないんですよ。大体が俺は前の車をずっと見てますからね。あ、さっきのそのバッターボックスのあれだと、対戦、あ、ですよね、右の方ね、違うっけ、ですよね、あれね。いや、だけどね、運転中は気づかないもんですよ。前の車を、皆さんも見てみてください、前の車をずっと見ながら走ってるわけです。そしたら右端のね、あれはね、目に入らない。だから今こうしてね、見ると分かるんですよ。ほんでね、その今ほら、お立ち腐んってやりましたよ。あれなんかもね、Google マップで調べてるんですよ。ほんで、あそこだって、あそこを通り過ぎて、次の信号がとかですね、どこどこ右折っていうのはですね、頭にあるんだけど、さっきのね、バッターボックスのあれで打ってる。今まで、あ、ここから右行く、ここまでは分かってたんです。今までもね、ここまでは分かってない。航空でしょう。で、ほら、そこにまあまあ話はあれしますけど、なかなかこう5打席立って、三振をずっとしてた人間はいろいろ考えるじゃないですか。あ、簡単な話ですね。ここの橋を渡って右に行けば、今日行きますよ、右に行けばサンセットブリッジなのに、左の方に 目を取られているわけですよ。だから常にあそこをまっすぐ行ってたっていう感じでしたよ。それであれですよ、もうここが見えてきた時、ほら、橋ですね、あれが見えてきた時はですね、ほっと一息ですよ。でも今の方、右の方に干潟が広がってますけど、干潟っていうかの、浅い海がね、運転中はね、気づかないもんですよ。真正面だけ見てますからね。
あ、これぐらいのスピードだといいですね。いや、普通はね、普通もスピードは出してないんですよ。なんだけど、ドライブ動画にして、後ろからほら、今日はいや、この動画です。後ろからね、車は来なかったからですね、ゆっくりと走りましたけど、これぐらいのスピードだといいですね。あ、今日はですね、このままですね、行きますよ。まっすぐですね。いや、これはね、あれでしょう、道路が狭いって書いてあるでしょう、ほんと狭いんです。狭いけど、私はこれよりも狭い山道を、走ったことありますからね。前から車が来たらどうしようかねと思いながら走りましたけど、ここはこれ両サイドにね、50センチ1メーターぐらいこう避けるところありますもんね、右の方にね。あ、この道路は初めてでしたよ。グーグルで調べました。で、調べてですね、どうだろう、鹿児島県内に住んでる人もこの道路を走った人はあんまりいないんじゃないですかね。駐車場があるんですよ、広い駐車場はね。はい、ほらほらほら。はい、ということでですね、いやいや、海にまっすぐ行けるかなと思ったら、ここの辺りで終わりでした。はい、ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。